孫悟空たち。世界を変えるため、修行の旅は続く。貴様、こんなところで何やってんだ？なんだお前、この辺りでは見ない顔だな。これは、我がギニュー独占隊が誇るスペシャルファイティングポーズだ。ギニュー独占隊？あのギニュー独占隊のことか。そうか、お前特戦隊に入りたくてやってきたのか。俺ならそうと早く言え。いや、俺は待って。でもメンバーに入ると当然俺がリーダーだよな。な、貴様、このギニュー様を差し置いて隊長になるつもりか。いいだろう、貴様にこの俺の偉大さを分からせてやる。さあ行くぞ。まずいな。
が最強を誇る義乳特戦隊のリーダーが敗れるとは。約束だ、お前にリーダーの座を譲ろう。はあ、いやだ、俺にはやることがあるからな。特戦隊のリーダーになるよりも大切なことがあるというのか。もっと大切なことがな。待て、これをお前に渡そう。ドラゴンボールだ。ドラゴンボール、これを7つ集めると願いが叶う。は、面白い。これをお前の旅の役に立ててくれ。ついにドラゴンボールという世界を変える手段を見つけ、若者は新たな地へと旅立つのである。